ルリです。はい、ヌンパレードチャンネルでーす。今回は嘘発見系。こちら嘘発見機でございます。では早速。ほんまに？アコさん行きます。なんで早速足やねん。アコは可愛いですか？いいえ。家やから私はブサイクやと思ってるってことやな。あ、ほんまやから何にもならへんねん。あこは可愛いですかにいいえって答えたやろ、うん、私は可愛くないですって答えたよ、うん、それがほんまやったから反応せへん。悲しいけど自分のことそうやって思ってるよ。開き直りブスっていうジャンルでやってますそんなジャンルないから。あこの経験人数は100人です。いいえ。あ、ほんまに違う。あ、じゃあほんまか。100人のわけないよ。ほんまやな。答えました。いない100人でした。じゃあはいって答えるんじゃない。いや、どっちでもいいね。だって気持ち、どっちでもいいね。だからはいでもいいえでもいいね。でもそれが嘘やったら反応するから。意味わかる？じゃあまずじゃあ簡単なやつからね。はい。あなたは女ですか？はい。本当に女やからね。その、はいです。そういうことか。そうそうそう。家だけで答えなくてもいいか。そう、どっちでも、でも、ほんまにはいで答えればいい。わかりやすい。女じゃないの？え？女ですよね。女ですよね。え？ランダム？何？怖い。どういうこと？質問関係ないってこと？そう言ったら赤お約束やわな。あ、そうなん？まあ、だって結局おもちゃやから。切って切って。おもちゃやから。本物やと思ってた。ピュアやから。切って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 。本物かどうか真相を探った赤を。こんなもん。今日の朝ごはんはカレーでしたか？いいえ。食べてへんなんで嘘ついて、うん、まあしょうもない嘘ついて勝手に食べたっていう脳になってたんかな。そう。あなたは今日靴を履いてきましたか？はい。音楽がもう怖い。うっとこれさ、わかったかもしれん。うちらさ、もうドキドキしてるやん。ああ、そういうこと。だからそれに反応してんじゃん。絶対そうやん。ちょっとじゃあ落ち着こう。よし、落ち着いたということで、旦那のことを愛していますか？なんて答えたらいい？そこに戸惑ってるやん。なんて答えたらいい？まあまあ、どっちでもいいんちゃう。はいでいいんちゃう。とりあえず愛する、はいでいいんちゃう。発見してくれるもん。じゃあ、旦那のことを愛していますか？はい。わからへんから、こればっかり私はな。愛してるかどうかは。おー！あこは旦那っちのこと愛してます。ちょっとストップストップ。映るかな？
見て、アコの手汗めっちゃついてる。これわかるかな、伝わらんかな。あ、ほらほら、わかる。すごくない汗、手汗。今見たら手汗べっちょべちょやったね。手汗つくよ。際どいとこ行くね。じゃ、経験人数は、はい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 、5人である。5人ね。ちょっとごめん、増やすわ。知ってる中で、知ってる中でとか言ったらさ、知ってる中でとか言ったら誤解生むから。あなたの経験人数は、はいはい、いや、1人ぐらいかな。5から7人である。いえ、確か自分の記憶やと1ぐらいかな。1もないかもしれへんな。もしかしたらないかもしれへんな。ほら、やっぱ私の記憶が正しかったわ。ゼロっていうのが、たっくんとしんちゃんたっくんもしんちゃんもおらんから。たっくんもしんちゃんもおらんから。おらへんか。あなたは S ですか、 SM の S ですか。どっちでも。そこにあんま真剣に質問答えんでええから。たったとはいかいい言ってくれ。どっちかな。あなたは SM の S ですか。はい。あと S？ 私は M やと思うんやけどな。まあ、S やったらビリビリコンボな。S でした。ズゴーってせんといて。ズゴーっていかんといてよ。いや、ルール見てもう定期的なびしょびしょやめてよ。あ、じゃあ、じゃあ S で間違いないんや。さっき迷ってたけど、 S だっていう気持ちがあるってことで、そういうことやんな。判断してくれました。ってことは S だ。あなたはド M ですか、ド S ですか。何それ。イエスかノーで答えれるやつにしてくれな。判断できひんから。どっちってなるから。ただのアコの普通の質問やから。あなたはド S ですか。いいえ。前ド S かド M で言ったらド M かな。いいえやから。意外。 M やったら BB 来へんはずやから。来ました、ド S でした。私ド S でした。なんであなた私が痛がってんの。喜んでるやん、いつも。確かに、確かに。すごいやん。じゃあ合ってるんやん。合ってるやん。ドSでした。この前、はい、アコの家から出てきた鍵は、あれはクマの家の鍵ですか。いや、だからほんまにそういうことは何もないから。いや、私も思ってね、何にもないって信じてる。ほんまに何もないから。もうなんか名前ピー入れてみた。まあここはね、相手のこと。何もないから。ずっと言ってくれ。じゃあ、何もない言うてる。彼の家の鍵ですか。いいえ。絶対怪しいと思うよ。私はやっぱなんかあるんじゃないか。思うの思うの。ビリビリ来い、ビリビリ来い。願うな。ビリビリ来い。ほら。分かってらっしゃる。ほんまにないやん。うん。来たな、やめろ。チューすんなよ。分かってらっしゃる。あなたは、はいはい。正直、顔のこといじられんのあんまり好きじゃないですよね。じゃあ、はいにしとこう。はい。嫌です。私だって可愛くなりたい。ほら、やっぱり。ほら、やっぱりって言ったけど。ほら、やっぱり。いじられんの嫌ですかで、ね、はいって答えてビリビリになってるから、本性はいいってなってんねん。どっちよ。リアクション間違えんといてくれ。どっちよ。だから、嫌って言いつつも、うん、いじってくれってなってね、こいつ的に。あ、そういうこと。言った。いじってほしいってことだ。本当は家だったってことだ。別にいじってもらってもいいですよ。気にしてないって。そんなことないわ。いじられんの嫌わ。嫌なんで。もうどうしよう。人たちは頭悪いから、どっちがどっちか分からへん。あと、本当に何もないですか。何もないです。
はいやね、何にもないですか、はい、嘘やったらビリビリになるから、何もないよ、何かあったらビリビリになるから、何もない、思い当たる節も何もない、いやいやいや、ほらさっきもそうやで、鳥だか、私の時もビリビリになったのはあれ、逆に空気読め、空気読め、鳥だか、それバラしたらあかんから、鳥だか、あの芸人的にバラしたらあかんとこやから、そう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 、あの顔のこといじられんの本当は嬉しいと思ってんのあかんから、うん、あかんから、あとそれに対してリアクション間違えるあこもあかんから、それ足が怒られてるよ今ね、ね、あかんから、どっちもあかんから、怒られてるからね、うん、わかった、あなたは今あの怒られて寂しいですか、こいつに言ってんの、なんか間違えてるなと思って、違う違う、こいつに質問したらおかしいから、ちょっと間違えました、この人もねちょっと思ってるかな、思ってだけど、ちょっとじゃあ怖い質問、あなたは今ないと思う相手がいますか、いいえいいえ、それはほんまにいないわ、ちょっとハードすぎる、いないよそんな人、私にもあいつか、あいつか、あいつか、どいつやあこは今指毛を生やしていますかいいえ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 、あこは今弓毛を生やしていますか、いいえ、今だいぶ生えてます、いいえ生えてません、生やしてたらビリビリ来るからほら言うたやん、生やす意図はないけど生えてるってことなんや、こっち生えてへんしな、ほら家でしたということで嘘発見器、皆様もぜひ使ってみてください、そしてね、なんかこういう質問してほしいですっていう、はい家で答えれる質問、こういうのしてほしいですっていうのをぜひコメント欄にて応募しております、視聴者さんに丸投げ、じゃあね。